おはようございます。パートナーズの石田です。よろしくお願いします。お願いします。本日大阪の現場に来ております。今回お部屋の間取りが 1K のご自宅になっておりまして、6名で終日作業という流れになっております。ハウスクリーニングをさせてはいただきたいんですけども、作業終わりにハウスクリーニングをしてしまうとちょっとどうしてもね2日作業になってしまうので、お客様も今日中に終わってほしいということなので、作業が終わったメンバーからクリーニングをしていくというイメージでやっていきます。効率よく1日で完結できるようにさせていただきます。ご依頼者様が30代女性の方になります。ある時期からお仕事が忙しくなり、ゴミ出しをする時間もなく心身ともに疲れてしまい、気がつくとお部屋中に溢れてしまったという流れになっております。なぜご依頼いただいたかというと、コロナ禍でリモートワークがかなり多くなっていると。今までは喫茶店とかでしてたらしいんですけど、ご自宅がゴミ屋敷というのがバレてしまうということなので、早く片付けてくださいということで、見積もりから作業まで本当に1週間経ってないぐらいのスパンなんですけども、作業をしていくという流れになっております。残すものというのが段ボールの中にお客様がいるものについては梱包してもらっているので、片付いた後に搬入させていただくイメージになります。基本的に家具、家電製品、貴重品類ですねについてはそのまま残しておいてくださいという流れになっております。では作業を始めていきますので、よろしくお願いします。せーの、今日も綺麗にゴミ屋敷パートナーズ。では確認をお願いいたします。お願いします。入り口から膝ぐらいのお荷物が溜まっている状態です。下駄箱が開かない状態です。左手がトイレになっております。トイレの便座と高さが一緒ですね。洗面所とお風呂になってるんですけども、浴槽の高さぐらいまでお荷物が積もっております。下段部分がもう開かない状態でございます。次キッチンお願いします。すいません、こちらも下段部分が開かない状態です。今は奥の部屋ですね。ぐらいから胸ぐらいまでお荷物が積もっている状態ですね。後ろにクローゼットあるんですけども、そちらはお荷物どけてから最後に確認させていただきます。では作業を始めていきます。お願いします。では始めていきます。お願いします。中島くん、はい、ちょっと手伝ってもらっていいですか。はい、ここのゴミ袋、ある程度出せるやつは出します。はい、とりあえずそんなもんかな。はい、ディズニーランドの袋からダッフィーちゃんが出てきまして、こういったものも処分ではなく海外の方でリサイクルさせていただきます。これもね、中身お菓子は入ってたんですけど、ポーチについては海外リユースの箱に入れます。
ハウスクリーニング入らせてもらうんですけども、人数の方が6人いてます。本当であれば中の人数を2、3人に対して外を3人、4人ぐらいでさせていただこうかなと思ってたんですけど、本日終日作業なのでクリーニング箇所、不要品を先取らせていただいて同時進行でクリーニングをしていきます。今先にねキッチン回収をしていただいているので、ここが終わればクリーニング入ります。すいません、ちょっと取らせてもらいます。はい、ボディーソープ、歯磨き粉、新品出てきましたので、こちらも防液の段ボールに入れます。下の方に行くと荷物が硬いですね。上からどん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 圧縮して下の層からがっちり固まっているので、この辺りが食品とか飲み残しとかも結構多いので、それが漏れて固まっている状態です。足元の不要品一度見てもらっていいですか。この下とかなかなか固まってるので掘りにくいんですね。11時です。休憩します。では11時20分です。始めていきます。海外のお金が出てきました。これもお客様ボックスの中に入れておきます。今ユイバさんが右手、こちらからタンスのあたりからずらーっと来るので、中島くんがこっちからこう来るので、僕はちょっとこのあたりを片付けていきます。石田さん、はい、お部屋のレベルをお願いします。はい、10段階で言うとレベル5になります。
段ボールとガムテープください。ナイス、さすが若い子は違いますね。馬力があります。卒業証書ありましたのでこちら残しておきます。今井くん、段ボール渡していいですか？この辺りの、はい、大事なやつですね。これ保険証書と通帳印鑑、これ大事なやつですね。こちらもクレジットカードが全て入っているものです。一式残しておきます。この箱、引っ越ししてから一度も開けてないですね。梱包されてるものがそのまま入ってる状態でした。なので、さっきからカバンとか保険証書とか、全部そのままの状態で入ってました。段ボールの中身、大事なものがあるかもしれないので、きっちり目を通していきます。契約書でできたので見ましておきます。現在12時40分です。お昼休憩取ります。1時30分です。作業を始めていきます。お願いします。今井くんが仕分けて旅行券見つけてくれました。10万円分旅行券ありました。ご返却の方をします。さっきから床に小銭落ちてあって、
今全部拾ってるんですけど、かなりの小銭の量があります。500円玉とかも多いですね。しっかりちょっと残すようにはさせていただいてますので。お、冷蔵庫五千円札落ちてるんで残しておきます。この辺の下の服とかも汚れてるので、一番燃えるゴミの方に混ぜます。6万4000円、不用品の中から出てきたみたいです。どかしときます、はい、今回予算が本当ギリギリで、どうにか割引も何とかしてほしいということでお話をさせてもらって、日時をうまいこと合わせてもらって、お客さんの予算内で作業することができたんですね。きっちり仕分けすることによって、お金を見つけてくれたりとか、本当に大事なものを見つけてくれたりするので、まあ、そのあたりはお客様から取ったら、もうパートナーズに頼んでよかったなって言ってもらえるとは思うので、僕らも任されてる以上、しっかりとね、お金だけじゃなくて、その人の思いも一緒にお渡しできればなって思ってます。石田さんは今何してらっしゃるんですか？一度仕分けしたものを再度きれいに梱包させてもらってます。お金を分けて、作業が終わる前にお電話でちょっとおいくらぐらいは出てますよっていうのはちょっとお伝えさせてもらおうと思ってます。はい、ちゃんと通帳印鑑も出てきたんでよかったです。はい、クリーニングの準備できました。そして商品しっかり分けるようにさせてもらいまして、ユミコさんが今やってもらってるんですけど、僕がちょっとキッチンの方を借ります。はい、薬液つけるとハイター使ってる方とか洗剤使ってる方と化学反応を起きてダメだったりするので、雑巾を濡らして拭かしてもらってます。いつも思うんですけど、はい、石田さんのところのスタッフさんはみんなハウスクリーニングできるんですか？みんなではないですね。4割ぐらいとかですね。作業できたら一緒に、時間が余ってる時にハウスクリーニングをしてて、4割を5割とか5割を6割っていう形にさせていただいたりします。石田さんはもともとハウスクリーニングの仕事されてたんですか？いや、してないですね。おかげさまでご依頼がかなり増えてきたので、まあ、僕ら自身で片付けをして
で片付けが終わったメンバーからクリーニングをするように順次させてもらっているので、基本的にはもともとお願いしてた業者ハウスクリーニング屋さんにやり方を聞いてそれを覚えてみんなに発信して覚えてもらってます。3月とかやっぱり12月とかの繁忙期の忙しい時はお願いさせてもらったりはしてますね。もう本当に臨機応変にさせてもらってますが、基本的には僕ら自社でもう全部させてもらってます。お客様も安心はしてくれるので一緒のメンバーなんでね、はい、そんな感じになります。こちらですね、できる限り落とさせてもらったんですけど、これ錆びてるんで、これ以上こすっちゃうとこのステンレスが薄くなって水漏れの原因になったり、そのパウンドで削っても傷を入れてきれいにしてるだけなので、月日が経つとまた錆びてしまうっていう、そういう状況になってしまうのでこのままにさせてもらいます。全体的にクリーニングをしてからお客様に確認してもらって終わりという流れになりますので、完了の時にお見せさせてもらいます。では、もう少々お待ちください。千島さんがいないので、代わりに僕、石田が取ってます。結構ね、床汚れがかなりひどく、かなり時間がかかっております。玄関口からずっと、ございました。今、僕、石田がクリーニングさせてもらって、床はきれいにさせてもらったので、こんな形です。はい、この汚れが結構ありました。ここで1時間ぐらいかかっております。それでは、完了いたしましたので、確認をお願いいたします。では、お手洗いです。結構便座の裏も汚れてたんですけど、はい、綺麗に取れました。僕、石田が担当させてもらったコンロになります。ちょっと全部の箇所させてもらいました。はい、これは備え付けのものなど置いてます。洗面所になります。洗面所もね、黒カビ汚れがあったんですけども、まあ、取れる範囲はきっちり取りました。はい。あとお風呂です。この辺りはもう染み込んでるので取れなかったです。すいません。クロスもちょっと正直取れなかったんですけども、もうベッドの下も左手にあるタンス溶けて全部きれいにさせてもらいました。でエアコン周りももう軽く拭きました。はい、とってもきれいになりましたね。ありがとうございます。はい、で、あとですね、右手にあるものが基本的に一式残すものになります。はい、この辺りは残すということで、まあ、お洋服とかも入ってたので、お客様がもともと梱包しているものもあれば僕らが梱包したものもあります。僕らが梱包したものは 1,2,3,4 かな、そういった流れです。で、最後ご確認お願いします。まあ、結構ね、仕分けしっかりさせていただいて、まあ、小銭、床に落ちてる小銭でほぼこんなにあります。で、仕分けをずっとさせていただいて、まあ、結構ね、お金に代わるもの、物品類見つけました。結構ね、海外のお金、はい、結構あります。これはちょっとお客様に換金に行ってくださいとお伝えします。あとギフト券3000円分、はい、出てきました。そして1,2,3,4,5,6 万と1,2,3,4,5,6,7,8,9 6万9000円分出てきまして、あとは、すみません、1000円挟まってました。
これでちょうど7万円ですね。はい、あと旅行券、 JTB の旅行券が1枚1万なんですよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10万円、10万円分も出てきました。まあ、絶対に喜んでもらえると思うので、しっかり、返金お渡しさせてもらいます。ではちょっと今からお客様にご確認をしていただきます。もう少々お待ちください。お疲れ様です。お疲れ様です。今お客様に確認していただきまして、もうめちゃめちゃかなり喜んでくれました。まあ、ここまでね、綺麗になると正直思わなかったですと。2日はかかるであろうと思ってたらしいです。明日ね、大事なリモートワークがあるみたいなんで、まあ、できたら家でちょっとしたいなというようにはおっしゃってはったので、なんとか本日中にうまいことね、作業終わったところのメンバーからクリーニングに入ったりして連携取らせていただいて、無事終わることができました。で、今回の気になる費用なんですけども、ハウスクリーニング代入れて50万円でさせていただきました。まあ、この動画の意味というのも、まあ、一人でも多く困った方を助けたいということで始めさせていただきました。しんどいもみんな一言も言わずに最後までやりきって、で、まあ、お客様の笑顔を見てありがとうございました言ってもらったらね、本当にいやもう全然そんなことないですっていう、もう本当僕の意思を継いだメンバーばかりで、すごい嬉しいなと思っております。高評価いただいたり、再生回数ね、まあ、見ていただいたりと、本当にいろんなコメントもいただいたりして、その従業員もコメント結構見てるんですね、意外と。僕の方もチェックはさせていただいたりはしてるんですけども、やっぱりすごい励みになりますし、それを見て、よし、まだまだ頑張ろうと、お客様一番に思ってお仕事をできるっていう環境づくりができてるのは、そのコメントをいただいたりね、本当にリスナーさんのおかげになりますので、もし今回良ければ、高評価もしくは、低評価でもいいです。見ましたよっていうことを言っていただければ、僕らありがたく思っております。そしてこの動画を YouTube で拡散されて、本当に困った方が僕らパートナーズにお願いしてきていただいているので、一人でも多く今後とも助けていければなと思います。僕たちパートナーズはリスナーさんに背中を押されて社会貢献をできる会社、そして人助けをできる会社でありたいなとずっと思っておりますので、まだまだ頑張ってお仕事させていただきますので、ではこれで作業を終わります。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さん一緒にやってください。せーの、今日も綺麗にゴミ屋敷パートナーズ。